この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。金、材木、布を扱います。酒井様、お達者でいらしたか。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは？うん。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地？全てお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。何か分かったか。貞雄はかがり火台におるやもしれませぬ。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る。行きましょう。貞雄はなぜ裏切りを？私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょう。証明はできぬ。村はひどい有様であった。万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞雄、いざ勝負。身を洗って待っておる。
館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズ。殺したのですか。雅子殿。やつは私の慕う者をすべて殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。小茂田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのはそれがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞雄が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者は豊玉におる。共に見つけましょう。